私がいるよ、私のそばあなたがいるね。生まれる前からそう互いに感じてた。あなたのそば私がいるよ、私のそばあなたがいるね。あなたに会えてよかった。久々だよね、みーちゃんとハリさんで一緒に飲むのがね。はい、最近、うん、そうですね、リサイタル、あ、まあ、久々って1ヶ月ぐらい、まあ1ヶ月、あの、まあ、リサイタルの場合は1ヶ月ぐらい一緒に飲まなければ飲まないっていうぐらいだそうですね。あの時はでもどんだ本当に具合が悪くて、具合が次の日まあ本番の後の、あ、そうじゃん、ラーメンも翔ちゃん投げたってことじゃん。ラーメン食えなかった、うん、で、帰ったら38度以上ね。いろんな意味でちょっと、うん、最近で、ね、友が来るんで、ちょっと今ちょっと友に来る。いや今日は久しぶりにいただいちゃいました。あー美味しいねやっぱりね。はい。そしてこれもいただいちゃいました。あ、それ説明お願いします。はい。マイカちゃんが東京で買ってきたユクモックのこれがね。え、何が何が。ピラの焼き話されてる？違う。おーおー、これ美味しいんですよ。ディナがディナも修学旅行行ってきてプレゼント。ああ、うん、そっか修学旅行ので KC のケークバー持ってきたけど、ケークバーは多いじゃん人が、うん、でこれは、タツノオフィスで食べてっていうからタツノオフィスで。なるほど。ケークゲーバーあげよう。ディナにもディナの説明してるよって今。お、クメダさんこんばんは。よう、昨日ねクメね英会話終わった後にそのまま塾の講師やってくれて、え、あの月に1回だけ LCV のライブの土曜日は塾できないのよ。ああ、ライブ行くから。でその時は振り替えで稽古現場でやるんだけど、うんうん、昨日久米やってくれて、であいつ英会話も出てさ、うん、ありがたい。最初の番組ヤコちゃんと高田さんもこんばんは。こんばんは。ちょっと今自分のパソコンが再起動中で、 あ今日クリアファイルありがとうございました。何それ、ヤコちゃんクリアファイルくれて。あ、マイメロの、そう、あー置いてあったやつ、うん、嬉しかった、すごい。今日ヨウムね、実はあの綾野が作った詩に曲を作るっていうのを宿題でやったの。やっぱ俺が見た綾野がまあ最後審査員なのね。そうなんだ。だから綾野が歌いたければ勝ちだから。うん、でもあのヨウとマイカとホノカと、あと俺もちょっとやったんだけど、うん、正直ね楽曲的にはもうまあまあ1位はやっぱり当然マイカ。よくやってたわ。やっぱハヤちゃんのあれかな、いや作り切ってた楽曲として、あ自信も出たじゃん。うん、なんかやっぱね成立してたよ。やっぱり確かにみんながおおっていう。で綾野のことを意識してだからやってた。でただ要は要でまあ正直リズム感のやつなんだけど、あの俺がさおーっていうぐらいに、うん、あの C と G のだけなんだけど、タン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 って言って、うん、誰も俺が教えたことのないようなカッティングでなんか跳ねるって多分イメージなんだろうな、うん、でなんかやってきてるからアイデアはすげえって、アイデアはアイデアはね多分一番良かったかもかんな、うん、でほのかはあの俺、ま、マイカはやっぱりこうやってこの曲に合わせて作ってくる子で、要は不器用だけど、やっぱり一応やってくる子。ほのかは俺の予想通りで今日まで忘れてる子で、忘れてて今日その場で即興でやる子。このセンスの良さは俺は認めるけど、みんなそれぞれでもね、やっぱりダメ、ほのかダメ。ただ、まあ、ほのかない、まあ、その場でできるのも才能だよけどな。まあそうですね。で一番良かったのはでも俺なんだけどね。最終的にはヒトさん。嘘嘘、ジョークで。ただあや最後決めるのはあやの。うん、そうか、あやのちゃんの。そうそう、はい、カズマさんこんばんは。キンバさんこんばんは。こんばんは。マイカの曲はだからちょっと褒めた。うん。去年で嬉しかったのか。あ、どうぞ。はい。ディナ、あ、ディナに言う。八橋ありがとう。いただきます。ディナにね送る。まあ定番といえば定番だけど、京都奈良の修学旅行はやっぱいいよね、中学生の時に行くには。
はい、ね、アティヤセイさんもこんばんは。こんばんは。ケコちゃんいないかな。ケコちゃんいるんじゃないの。ケコちゃんいたらちょっとなんか一言言ってほしいな、うん、ね、ぜひ。何アカウント持ってんのかな。友達があ見てるって言ったら、そうそう、それで私がか、あ、あ、しまった、違った、おい、トモカ、トモカ、あ、ごめん、うん、今日ギターレッスン来たトモカに URL 送るの忘れてる。あ、トモカ、ごめん、トモカちゃん、トモカちゃん今日のギターレッスン、あ、今日来てた、あの女の子、あの子はどこから来たんですか。タツノ。うん、あれ何を何ギャル食ってんの。あ、ディナがウォーだってディナの説明してるよ。ディナちゃん、ヤツハシありがとうね。はい、あれ普通のヤツハシ、あ、何ヤツハシ食べようよ。あ、はい、向こうのナンバーにもね、はい、はい、これちょっとこの黒いの、黒ごまヤツハシ、これなんだろう。何これ、何黒ごま。失礼しました。楽しかったかな、あれ。何、修学旅行。修学旅行リナとかね、全部募集されたの、この iPad の iPod とか。ゆきのきやさん、こんばんは。あー、おー、こんばんは。いや、あれこれタイじゃないのかな。タイ、この間、うん、彼はもうタイ行き来してる。ワンコンバーだね。ワンバンコーじゃないの。ワンバンコー使うかもしれない、うん開かない。鶴光で、こう、困るってやつでしょ。開かないで、なんで買い物ってんの。開けないと。開いた。はい、これ黒ごま八つ橋です。これ初めて。え、ほんと黒ごまこれ。え、だってさっき言ってたじゃん。いや、黒いから黒ごまかなと思って食べる。違うの、はい、いただきます。いただきます。ディナだよ。じゃあ、いただきます。あ、うん、マイカちゃんか。あ、ね、今日にまとめて明日に送ります。カズマちゃんがほのかに送るんで、あれのに見てもらってください。伊藤さん、はい。あ、これそっち、あ、こっちがいい。これ黒ゴマじゃないの。これだから黒ゴマだって言ったじゃん。ディラン見てるか。ディラン、あ、シュウカムさん、こんばんは。シュウカムさんもね、なんか前の日にライフとか東京はどこか行って、で昨日英会話戻ってきた。あら、うん、ザカさんも。ザカさん、こんばんは。ザカさん、あ、こんばんは。さあ、じゃあ言わないと。ザカさんの桜餅だっけ、昨日 KC の稽古現場で。へー、あー、置いちゃったね。うん、みんなでいただきます。あ、美味しい。うん、うまい。美味しかった。いや、じゃあ、ごめん、今のはディナーの。残ってね、多分。本当なんか、うん、今ザカさん見てるから、俺言うと。私もね、まだいただきない。ゆきのきやさんがなんか現地からツイキャスするので、よかったら見てくださいって。はい、見るよ。っていうよりタイの土産送ってこい。うん。私今一番行きたい外国がタイ。あ、わかるな。ご飯食べたい。もうタイ。ご飯食べたい。ゆきのきやに言ったらいいじゃん。計算されたように3個。え？今朝食べたでしょ。何食べた。うん、はい、あ、出ます。ザカさん、これザカさんの。なんかすごい、あ、プニプニ。ちょっと前のあのディサイパーの時にも取ってあげてください。で、あら、気持ちするやつだったんで昨日開けたの。気持ちいい、これ、うん、で、ぶっちゃけたらしいな、あの360の友の子供のケントが、うん、思いっきり食ってやがって。うん、おいしい。おいしい、おいしい、うん、これはザカさん提供。うん、これ何、ね、どういう白物ですか、これ。え、ユーチューブなんだ。なんか食感もいいね、これ。エサ食べた。これ食べた。美味しい。あ、ジョーバン君が出たの？バンジョー君。ジョーバン。バンジョー。バンジョー君。え、シュウカム。え？あれ、お前ら、みんな知らないのかな、週刊のさ、子供たちの、合格祝いに図書券、図書館、うん、してたね、うん、私も欲しいって。関係ない。全然関係ない。よろしくって。よろしく。関係ない。うん、これ美味しい、この桜餅。うん、美味しい。美味しいよね、うん、はい。
喜んでおります。今ね、友に連絡したこれじゃあ何どうしたの。いや、いろいろ検証してみようっていう番組でしょ、今日の。何がプレッシャーマジで何がって言わない。ウィアザレインボーすごい人気、すごいじゃん、うん、で、実は、ボーダレスじゃないけど、ウィアザレインボーをハエちゃんがアレンジどうしたどうなるかっていうバージョンをちょっと無茶ぶりでワイン飲みながら、うん、前にボーダレスってさ、あのロックがハイちゃんにの手にかかる、あ、それで、あれじゃん、斎藤秀夫さんとか、向谷さんとか、中井圭三さんとかな、来る時だとキムドクスとか、うん、あ、そうですね、実は評価高かったわけ。でも3年前そうですね、3年前、2010年あれ、うん、そう。で、それ以来、こうちょっと手抜いてるかなんかであんまりやってくれてないさ、ウィアザレインボーでやっぱやんなきゃな。見てたの？あ、これプロデューサーちょっと怒ってますよ、怒ってますよ。そう、ひどい。ウェアザレインボーやっぱりちょっとな、うん、後半ちょっとやってみようかな。なんていうかな、林がアレンジしたらどういう風になるのかっていうのをちょっとテーマでやってみたいなと。明日ちょうどいいのよ、ちょっとシンガポールからちょっと日本に来てる人との会議があるの、ここで。でそのこのアーカイブ見ながらどうすかねこれっていうのもネタになるし、これでシンガポール行きがなんていうかな、もっと盤石のものになったりとか、金額的にも上がるかどうかっていうのにまあかかると思うんだね、このアレンジが。なるほど、いや頑張ってもらわないと。頑張ってください。いや俺も頑張りたいよ。ええ、あ、でもいいです、別にいいです、別に大丈夫です。全て、あ、もういい、別にいいです。あ、もういい、もういい、あ、もう別にいいです。答え出たじゃん、隠すので大丈夫です。さすが沢さん。あら、声がたまに、そうか、ユーストの方、皆さんは大丈夫ですか。金馬さんがね、なんかうちのが悪いのか、最近ユーストが悪いのか、声がね、たまに消えるらしい。それタイだからタイばかりさん、行く、金馬さん、え、マジ、うん、大丈夫ですかね、皆様は。大丈夫だと思いますか。はい、来てますか。金馬さんの問題です。はい、あ、トモ来た、トモだよ、今ね、トモ来た、へい、トモほら、そう、何ケントのおやつ食べ過ぎました。ともとも、今日はケントおやつ食べ過ぎました。で、いやいや、すぐさっき送ったの、うん、で今日はともさ、ウィアザレインボーを林ストームがギターで弾くとどうなるかっていうのを後半に無茶ぶりで、それ英語で今の頼むトモに。え、英語でトモ、トモ英語しか分かんないからアイプレイスペシャルギター俺やるすごいすごいギターすごいギター挑戦の先生。いや、来たし、お、Hey, thank you for yesterday。 もうね、本当にアーティストだよ、こいつら。うん、嬉しいですね。じゃあ今日はイーブニング、グッドイーブニング。私も英語で書かなきゃいけないな、これ。あ、書けよ、グッドイーブニング。俺それ言うとダメ、私がやります。さっきやっちゃった、グッド私の顔でいいかな。はい、大丈夫。でも大丈夫、番組止まってるよ。だって昨日ケントおやつ食べ過ぎましたって日本語で書いてくれてるから。そうそう、多分大丈夫だ。こういう日本語は大丈夫だ。あ、送っちゃった。何、消せる消せる、自分トモって入れようと思ったのに。トモだけ、うん、グッドイブニングしか入れられなかった。ずる、はい、OK。 昨日は KS ワールドは英語オンリーだけでやったから面白かったよ。あ、すごい、いいだ、聞きたい。 OK。 段階後半
OK 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 って入れとく。どうだ。ああほのかとかちゃんと昨日お疲れ様でしたとレイナディナとほのかは昨日ありがとうございましたと英語でつぶやきなさいちゃんとともにこれつぶやくってまたスペルも分かんなきゃいけないから喋るのと違うねこれ難しい、始まってんの今すごいギターが。いやじゃあ何すごいギターが。だってすごいギターギター聞きたいって。すごいギターが聞きたいっていうことでしょ。すごいギターが聴けるわけじゃないって。そうか。ギターがすごいんじゃなくて聞きたい気持ちがすごくこうあるよってこと。ってこと。そうなのと思う。ボサノバにしようか。今ねほのかにも言う。ああ。あれどういう歌い出しだったっけ。リナが今からつぶやきます。大空を見る大空を見る。それ後半にやりたい後半。もっともっと今度やってほしい。シーンシーン。じゃあ今日はあれ行こうよ。じゃあいつもの2人の最初行きましょう。あもういきなり行くよ。で後半今日はそのそっち側でもこの後半って今日なんかすぐ終わっちゃいそうだよ。いいえ。いやいいえ。これどうやってやるはい今では何サイズはそのままでいいと思うんですけど間とかは今夜の1曲コーナー行きます。はい。This night もう超ひどいよこれ。何が。じゃあ曲の説明を林師匠から。練習してるの散々ほのかに聞かれてたけど、まあほのか聞いてないかな。今日は何をやるんですか。はい、そのテーマ曲。曲はですね、以前からやりたいなと思ってた曲があって、これなんていうのかな、オリジナルはケニー・ランキンっていうボーカリストが、ブラジリアンソフトロック、白人でケニー・ランキンって何系なんだろう、アメリカ人だと思うんですけど。へえ。いくつぐらいあります？もう今はね、60ぐらいになるんじゃないかと思うんですね。まだじゃあバリバリ現役。そう、日本にもちょいちょいライブしに来てるんですけど。ブルーノートか。やるとしたらブルーノート系列。あ、おいしい、こんばんは。これだ、放題はね、ロミオとジュリエット。放題がついてる。
すごいじゃん。そう、なんかそのロミオとジュリエットの、あ、よくわかんないけど、そのこれね、訳詞とか全然なくって、で、まあ英語の詞だけ見てると英語よくわかんないけど、まあ、要するにロミオとジュリエットで具体的にその彼らの名前が出てきて、あの、まあ年を取っても、まあ僕らみたいな、そういう、そういう、まあ、ハブントビーメットって言うんだけど、え、これなんだ、ジャズィーの曲なの？まあボサノバ、あ、ボサノバなんだ。ボサノバフィールだけど、三拍子みたいな。へ、うん、いわゆるなんかこう言葉にするとソフトロックみたいな。ブラジリアンフィールの。面白いね、ソフトロック。でも音源的にはそのギターとベース、その ガットギターでリズム刻んで、うん、まあベースがいて、うん、あ、ベースオリジナルベース入ってなかったかな。まあそれはあので、エレキギターがまあソロを取ってみたいな。なるほど。でご本人さん、あの、うん、自分で弾きながら歌うんでね、うん、ごめんなさい、おびっくりしたごめん、ちょっとびっくりした、自分で今音鳴ると思わなかった、ごめん。すごい、友が皆さんの英語上手でした。だって、うん、We are the Rainbow の発音頑張って練習してねって。そうそう、 We are the Rainbow もブルーエンなんとかなんとか Me and you っていうのを、あ、そこの部分、あ、英語歌の題材が、じゃあ今ちょっとタンカサンダーって、あの、知ってた、ビジュアルの、あ、ビジュアルと音のことサンダーって知ってた、雷って思ってるじゃん、サンダー雷、あー、だけど音のことで、で光ってるのはライトニングとか、ライトニング、うーん、やばい、面白いな、サンダー、ライトニングストライクとか言うよね。お前それ何、遠回しに俺らしてたってこと、いやいや、ライトニングとかって言って、その先行みたいな感じで言うじゃない、それは言うでしょ。じゃあこのコーナーはね、ちゃんと1曲だけはな、真面目に、その今のよかったこの曲の紹介な。でもあの、これね、な、そのまあ要するに2人の男女の歌なんだけど、うん、そこはね、あんまり突っ込んだ意味がよく分かんなくって、それぜひ今度はトモとナオに聞いてみたいな。あ、英文だと。そうあ、でもね、この間モリレオナ そのシンガポールの英文もやっぱり2人に見てもらったら、あのに日本語訳とやっぱりちょっとニュアンス違うとの、英語で呼んで彼らが俺たちに伝えてくれる、自分たちで単語調べてても、あ、まあそんなことだろうなと思っても、でもなんかこう 文脈から実際そのニュアンスとかあるじゃないですか。英文なのね、これ。そう。ああ、じゃあもうトモだよ、トモ。でもなんかすごい明るい言葉が入ってたような気がするね。うん。割とハッピーな歌だと思う。ハッピーな歌だと思う。っていう感じはするな。ニュアンスは分かんないんだけど。まあ、曲調もハッピーな。うん、まあ彼らで言うね、ポジティブサウンドっていう。OK、うん、じゃあ、行きますか。はい、OK です。全くこの。陶器だよね、最初ね。ここどう？感想そのままも全部やっちゃってる。ギターのところはじゃあやってくれる？刻みはずっと。え？刻み？ここ。タイトルはなんていうの？これハブントビーメット。ハブント。H-A-V-E-N-T。そう。ハブント？ウィーメット。ウィーメット。ウィー。フランス語なんですよ、ここだけ。私たち。合わなかったっけみたいな感じなのかな。あ、なるほどね。あ、そうか、合わなかったっけみたいな感じ。あ、これでも問いかけなんじゃない？違うかな。クエスチョンではないんだよね。ハブ。ああ。We met。じゃあ私は会ってないってこと？じゃあ会ったことがない。あ、このうんとはそういうこと。でもね、なんかその歌詞はなんか問いかけてんだよね。ああ。なんとなくだけど、本当に問いかけてる。でもやっぱそういうのなんかトモとかね、聞いて、僕ら会ったことなかったっけみたいな、年取ってもなんとかだっつって、まあなんかそんなような、よくわかんないけど、まあ曲調からするとまあ非常にねハッピー、うん、でも、顔で笑って心で泣くみたいなこともあるからね。あ、まあ音楽の世界はそうわかんないね、
ください。はい、OK。はい。はい。ダメ出しが出ました。サックスになったら 音小さいなと思って。まだワイン飲みすぎ。ワイン飲みすぎ。いやこれからです。ここまでやって知ってる人、ね、クラシックギターの音大好きだった。ギターちょっとねいいやつだろうねこれ。いやその別にその高いもんじゃない。これいつもや。いつもや。違うバージョン。あれもぜひまた聴いてもらいたいですよね。あのギターも。いいギターあるんだよ、もう一個とも。ゴーやってみますか。はい。題名あれですよね、うん、いいですよとても、うん、あの気楽に私直したんですけど、はいはい、やっぱその言葉のねニュアンスっていうのがすごくこう音だけじゃないその感じっていうのがね、うん、歌聞くとすごくねあの喋ってる言葉がすごくいいのと思ってって聞いてましたけど。なるほど。いや俺も好き。俺ね実はこのギターのパターン教えてもらいたいぐらいに大好きなんだよねこういうギター。まあ、それはね、ほら、ボサラマっぽいじゃん。うん、うん、ツタ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 ツンタンツタンツタンツタン。大好きだ、好き。OK、じゃあ、あれですね、後半は、
林勉が考える Where the Rainbow っていうことでテーマ。お、スリーフェイルいいですね。サックスかっちょいいだって。うん、ありがとうございます。スリーフィールって何？ああ、三拍子か。三拍子。三拍子いいよねやっぱね。これから初めてパチパチってあんまりやったことないけど、パチパチパチってやってみた。パチパチパチ。B。あ、俺そうだ。あれは。それで来るかっていうぐらいに。いや、今ちょっとやってる。これだっけ。今日はもう無茶ぶりだからいろんな、まあ実はコードを変えればイメージがこんなに変わるよみたいなとか、コードを変えるのかそのフィーリングを変えるのか、うん、フィーリングを変えてもいいよ、全然ノープロブレム、どっちでも、うん、で、みーちゃんが歌まったね、さあ、プロデューサーフィーリングでいいんじゃないかしら、フィーリングでいい、コードはいや、でもね俺も実はアイデアあるぐらいに、まあ、ちょっとやってないけど、あ、そうですか、あ、そう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 、そういう感じで来たらいいなと思ってた、本当に面白いなって、あ、歌詞これ出ない、でもコードを変えていくその持ってき方は単純にまずそのなんかこう、うん、単純に入れ替えると、うん、まあ、それは元がこうじゃない、はい、で変わってったりとかするけど、いいよね、あ、まああとそのリズムで変わるよね、うん、同じリズムで、うん、入り口の先一番にやられてたアプローチが大好きだ、基本的にはなんかあれね、で最後バーンとなんかキャノン砲一発入った後にいつもみたいにバーンっていうぐらいに盛り上がってもいいぐらいな、まさこで打ち上げって誰、お、あ、みーちゃんとかの知り合いじゃない、笑うって書いてる、これ誰だろう、でもまさこって言うとサンキューイエスタデイイートオーバーズベリーファー、なんか自分で訳したな、何やってる人、ジュンヤさん、ジュンヤさんじゃない、ジュンちゃん、ジュンちゃんじゃない、違うかな、え、なんでドラムの、ドラムのイラストの、あ、出てます、あ、それジュンちゃん、あ、それジュンちゃんジュンヤとあのタコ、そう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 、あの、じゅんちゃんとね、まさこで飲むんだよね、まさこってピザがいて、やだじゅんちゃん、俺実は、ハイちゃんの結婚式で会った以来で、あ、隣の席に座られたとか言ってて、そうそうそう、で、俺、うわ、名前だけはタコからもいつも聞いてて一回ちょっとタクに来てくれたんすけど、いつもねえ、これでもタク来たんだよ、タク、遊びおいでって書いておくわ、じゃあじゅんちゃんだよ、これ、うん、
私会ったことある？あ、サーちゃんも分かってるよ。結婚式の時に結婚式やってるよ。いや、まさこが、まさこが決め手だと思いますよ。いや、だってあのフェイスブックのアカウントで、ああ、そっか、一緒か。このキャラクターで大体顔は、もう顔は覚えてるから嬉しいね。はい、リラ、ありがとう。兄さん、じゃあ、歌いこうか。はい。どうやって歌えばいいんだろう。え、おはいさんのギターで。英語のとこ頼むね。昨日ちょっと英語。ちょっと英語すぎなのよ。イエロー、ホワイト、ブラック、ブルー、レッド。後半はいつものパターンで戻して、あ、ちょっとでサーちゃんにも入ってもらって、でソロンとか遊んでみたいでちょっとやろうよ。お空を見上げれば味だが愛は誰でもこう歌い回しが分かんない。この雰囲気でいい。あのさ、元はこうだね。ララ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 ラあれば We are the rainbow。 あでも変わんねえな。今日の世界またね。 Let's gather 隠れたよ。 It's going to make。 あ、言い切れなかった。もっと早く、早いんだな。なるほど。伊藤さん、はい。 OK、 ジュンちゃん遊べよね。寄ってるな、こいつ。ジュウちゃん頑張ってるよ。ジュウちゃんキャラクター一回出てもらったらよ、ライス。あれからいいボタン。ちょっと月並みに行きましょうか。リズムだけ、はい、決める。いいよ。
想的な感じイメージ。僕さ今ちょっと作ってるけど。いいじゃん。ライブの可能性っていうものをいろんな意味でな広げていきたいなっていう話をしてたの。でいろんなスタッフが集まって。キスケさん。誰見てるまた。あね。キスケ。うん、あ高さんも分かった。姉さんも いらっしゃって。知ってるんだみんな。姉さんもいらっしゃった。あれどこにいる？えいるよ。どの辺？じゅんちゃんの。キスケっていうの。面白いね。ああ本当だ。あこの何このアイコンなんだろう。最近なんかね。魔人ブーみたいな。そう、いろいろ。ケンちゃん元気にしてたって。すごい会話だね。もういや。ケイコちゃんは？ケイコちゃんちょっとまだ来ないね。ケイコちゃん。あジュンちゃんケイコちゃんもね見てるかもしれないよ。
トモがね、ナイス綺麗だった。うん、綺麗、うん、ありがとうだね。まあ、もうちょっとね、なんかその、うんうん、すごい歌って、でもあれだね、こうやって改めて文字で見てみるとなかなか歌えないね。あんなに聞いたけどさ、このこうやって話してるその感じとか、ね、英語かすごいな。ねえ、ほんと空いてる時は置いてるな。それってあの英語のっていうのは、あの例えばこうずっと来れなくてポンと行って大丈夫なんですか、こう連続的なものでは。でね、一応ね、今、うん、あのリアルのやつと、うん、一応実はね、ネット上でも今トモとちょっと作ろうと思ってるのは、うん、英語のテキスト作って、で、YouTube にさ全部、レッスン1レッスン2とシリーズにしていくじゃん。でテキストを何百円とかで、その時のテキストがダウンロードできるように、うん、していこうかとか、それちょっと有料の部分とかでな、やっていきたいなって言って決定って誰で、あ、決定だからこういう純ちゃんとか見てるとさ、要は週の始まりっていうイメージしないね、こいつ。あ、あ、確かに確かに、今日ウィークエンドで、うん、明日休みで休みみたいな、飲もうぜみたいな。わかるわかるケンちゃん元気ですか、お久しぶりです。この人は何なの、キスケさん、テコス聞いた、ね、二次会に来てもらいましたね。あ、そうなんだ、お久しぶり。このアイコンは誰が何と言おうと星のカービィ、星のカービィ星のカービィ星のカービィあれ似てるよね、あのイエローサブマリン出てくるさ、ノーウェアマンいるじゃん、なんしたっけ名前が、わかんない、わかんない、うん、ものすごい頭のいいさ、へー、あ、なんか変わった今画面が、はい、明日ちょうどまたシンガポールの会議があって、アホの子だ、これで歌えるかな、あ、お空を見上げれば同じ空が、ちょっと歌えないかいやいや、まあでもこれですごいバランティーティックな感じでもなるよね。いや、イントロとか、でもその、うん、あ、待って、弾けねえや あ、シラチボだけどお疲れ、トモもタイムラインいるよ、挨拶してね、あーくそひどい、ちょっと何言われてんの、私髪切ったらあの千と千尋の神隠しに出てくるハク様に似てるってさっちゃんに言われたんですよ。ああそれをなんか、あー確かに安田さんとかわかるわかる、なるほど、おう、タクと、ジュンちゃんね、タクと一緒にこの休みの前の日飲みに来いよおかしい、シャドウで入ってくるの久々じゃない、よく来てるよ最近、あ、大人派はね、そう、時間はなかったよね、うん、久しぶり、昨日もな、かわいそうに夜遅くまで付き合ってくれて、最近、LCV とかね、とか、まあなんかね、シラチュー若返ったような感じするあの、ね、やっぱり昔あのソニーにいたじゃん、あいつな、時のなんかね、感覚があるって、いや、あるっていうのだから、一緒にスイスイクステイとか一緒にやってる時になんかやっぱり燃えるものとか触れるものあるみたいな、あれ単、純粋な単純なやつだよねだから、一緒に考えてくれてる、あの、マーケティングとかも一緒にな、あれいいよ、
でそういう時にこの純ちゃんとかタクちゃんのこうやってツイート見るとただの俺も酔っ払いになるわけ。純ちゃん飲んでんのかな今日は。どうだろうね。純ちゃん飲んでんの今日。だって飲んでるんじゃないの。いや今ちょっと問いかけて。ああ飲んでんじゃないの。おじゅんちゃんって飲んでるイメージしかねえんだよね。あの時特に飲んでましたもんね結婚式。タクはなんていうかな、タクは酔っ払ってる日のないイメージしかないわけよ。でクラシックコンサート見に来てもなんかすごく心配なイメージ。あいつはやっぱロックしか合わないよな。作家によれば編曲する作家によればいろんなアレンジもあるっていうようなそのエッセンスを友とかにもいろいろな意味でな、ね、あの分かってもらえたらいいかな、うん、今日はこの無茶ぶりはあれだもんな、サープロデューサーかとこな。完全もう一応友に言ってて、これサープロデューサーですからって。低姿勢で相談を受けたんですよね。上から目線でやれって。いやもうでも絶対断れねえぞみたいな。逆にこう何かあるんじゃないかと思っちゃう。でも今日実は番組始まる前にワインいっぱい開けたんだよね。でもほとんど俺がなんだ今日は。ごめん。いやだまあこれもあったし、ね、シャンパンとあと白がある。いやさっきの曲もやんなきゃいけなかったなと。ああそうだよね、ありがとうね。いややっぱり今日のやつ良かったね、新しいアプローチで。あのアプローチっていうかごめん、そのジャンルも楽しかった。俺ね特にそういう系のギター覚えたんだよね今、すごく覚えた。あとはやっぱそのハーモニーが綺麗というかね、うん、いいね。そこのね感じがいい。あ、オペラでもあるじゃんこれ。ね、オペラある。そう、あもちろん。ね、すごく。チャイコとあともう一人。あの、俺も勉強で演出の勉強とかで見さされた。あとアリア、これでアリアのアリアバリバリのアリアっぽくっていうの、うん、なんかすごいかっこいい。ルメとジュリエットってよくあるよ、うん、題材で。この曲ではないよね。これはではない。あ、これでは違う。ちゃんと組曲になる。そう。これでさ、白津とさ。辰徳、うん？や矢島。あ、矢島辰徳。辰徳。あれ、こんばんは、やし。あ、やし、あのやし。あ、やし。久しぶりじゃん。頑張ってるよね。あれ、この森田の配信って見てくれたのかな？どう？うん。はい、じゃあさ。はい。はあ、なんだっけ、ホテルカルフォルニア。みーちゃんも歌うの。まだだ。まだイントロだ。全然出てこない。そう。
やそんな何て言うんだっけ、ダダダリラってなんだっけ、ホテルカリフォルニア、こんにちは、お疲れ様です。あ、いきなりそっち行ったら、あ、それ終わりのところ、え、これはもちろんあの最後の感想、構想はあるわけだよね。そうそういやだ、カリフォルニアとか言ってこれ今知らずとかとインストバージョンでなんていうの、パーカッションで遊べたりとかするバージョン、この中ちょっとやり始めて、面白いの最後のやっちゃあ、すごい、シューカムさん書いてくれる、チラッチがさ、ダーッと遊んでくれてWelcome to the hotel Welcome to the hotel California Welcome to the hotel California Such a lovely place Such a lovely place ウッシーもじゃん Welcome to the hotel Such a lovely place ビーダすごいね、すごいね続きは書いてください。はい、まあ今日はこんなもんですね、うん、今日はこの後ちょっとまたシャンパンちょっと飲まなきゃいけないな、久々に、久々に久々に泊まるね、本当に。そう、そうだね、最近忙しかったもんね、って言ってもね、実は1ヶ月ぐらい、1ヶ月あった、そう、1ヶ月あのリサイタルリサイタルよう考えた、そう言ったってたでもそれでも2、え3週間空いた、そうですね、泊まるかな、うん、4月1日だ、あれ、あ、違うわ、あ、そうか、4月1日だ、そう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 、最後のその日曜の夜だからね、まあ1ヶ月一杯やっぱりグレグレ飲まないですよ、今日日本酒持ってきたよね、はい、あ、そうなの、そうなんです、うちの妹が新潟に嫁いだんですけど、そこのね、辛口、オッケー、なんてやつ、影虎、あ、有名じゃん、影虎の、影虎のね、超辛口っていうのラベルがなんかね、あ、知ってる知ってる知ってる、あれラベルがいっぱいあるの、アルコールも違うんじゃないの、うん、違う、ね、違う、サープロデューサーに、うん、お返しをする、あ、そう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 、あの、どうしたの、チョコレートのチョコレート、いや俺3月14日から全然忘れてた、忘れてて、いや全然何もない、あー、そういうこと、そうなんですよ、みーちゃんのお菓子これだったね、あのリサイタルの時のやつ、あれね、ちょっとだけ余ってて、俺のにも言った、あれ美味しかったね、あれからいいよね、あー、あのシンプルでね、そう、なんてことないんですけど、なんか週刊さんとみんな出会ってるじゃあアイライク、おお、ヤシー、はい、アイライクカルフォルニア、おお、オッケー、じゃあ、あ、本当だ、エンディングオッケーです、はい、今日は楽しかったね、はい、ホテルカリフォルニアやりたいもん、来週、じゃあ来週はトモ、あれだよトモ、あのケントもオッケー、あのレイナにはオリトさんも声かける、トムも空いてたらおいで、リズムレッスン、じゃあまた、でも楽曲的にはさ、スイスイクスティのやつまたいろいろと、また相談乗ってください、いやいや、あの、ぜひ、あの、お願いします、で今日も、あの、一応昨日ナオとトモが、ちょっとこういうコンセプトのって言って録音したやつもハイちゃんとミーちゃんとな、あの、みんなに聞いてもらったんだけど、まあ、彼らが今一番やりたいって思ってるな、あれも良かったよね、なんかやっぱ世界観やっぱあるよね、まあ、彼らの本当にそのキャ音自体がね、あのアイデンティティも分かるんで、はい、まあいいステージになるように、はい、OK です、はい、ではまた再来週の、あ、今度5月ですね、5月の2週目、じゅんちゃん、じゃあじゅんちゃんまだようかタツノ来たことだから早めに来いよなあ、何のこっちゃ来てもいいないし、はい、あ、子供地球サミットファンあなたは子供地球サミットかって聞いてるのか、あ、いう子供地球ちゃんファン、いや、いつ自分で一人一人されたOK はい、はい、いいよ、ではまた
5月の2週目にお会いしましょう。はい、5月2週目そうです、はい、年休後だよね。あ、そういうことか。次か、うん、あれ2週目、うん、2週目、あ、2週目っていうかまあ実質3週目か。19日、13、要は大人は月2回やってます。じゃあ13日だね、うん、はい、あそこ2週目、うん、はい、はい、よろしく。せーの、まやねー。感謝してるよ、いつも大好き。先輩おいで抱きしめてあげるよ。ああ、あなたはとっても大切な人。心開いて瞳開けて愛し続けて、いつまでもこの私がいるよ。私のそばあなたがいるね。